皆さんこんにちは、加藤博士だよ。今回はみんなが大好きなスピノサウルス紹介していくね。ジュラシックパーク3でとっても有名になった恐竜なんだ。この動画はジュラシックパーク3や他のジュラシックパークシリーズが好きな人向けの動画になってるから、好きなワンシーンを思い出しながら見ていくともっと楽しむことができるよ。それじゃあ始めていくからね。みんながよく知ってるスピノサウルス、ティラノサウルスより長い体で魚を食べる恐竜だよね。そう、スピノサウルスって長い魚食恐竜としてとっても有名なんだけど、その化石は1912年、100年以上も前から発見されてたんだね。そしてその後にドイツの古生物学者シュトローマーっていう方が背骨の骨、ちょっと体のお話になるんだけど、いいね。スピノサウルスの背骨のちょっととんがってるところがあるんだな。これを神経棘とか棘突起って言って、僕らの首の付け根を触るとこれ同じトゲを確認できるから、ちょっと触ってみてね。スピノサウルスはこの背骨の棘突起って部分が背中のところですっごく長くなってたの。その長さがなんと165センチ、僕よりちょっと低いぐらい、そんぐらい長かったもんですから、スピノサウルスは背中にトゲのあるトカゲっていう命名をされたんだ。それが最初のスピノサウルスの発見だったわけだね。ところが1944年の4月24日と4月25日、なんとミュンヘンの博物館に化石が保管されていたスピノサウルスは、かわいそうに博物館どころか町ごと爆撃で化石がねなくなっちゃったわけ。そう、戦争で化石がなくなっちゃったんだね、スピノサウルス。だからスピノサウルスって1980年頃まではずっと謎の恐竜だったわけ。戦争があると化石がなくなるだけじゃなくて研究も遅れてっちゃうんだ。だから恐竜を含めた古生物学って世の中が平和じゃないと発展しない学問なんだね。長らく謎の恐竜だったスピノサウルス、ところが1980年代と90年代にヨーロッパとアフリカ、ここからスピノサウルスのグループのスピノサウルス科の恐竜がいろいろ発見されるようになったんだ。みんなもよく知ってる恐竜だから一つずつおさらいしていこうね。まずは一番上のバリオニクス、そして2番目のスコミムス、この2つの恐竜の化石が見つかってくれたおかげで、スピノサウルスの残っていた化石の資料と照らし合わせると、スピノサウルスってこんな体つきしていたんじゃないかっていうことがある程度は分かるようになったんだ。その研究をもとにジュラシックパーク3のスピノサウルスが映画に登場したわけだから、ジュラシックパーク3のスピノサウルスはバリオニクスやスコミムスの遺伝子を混ぜるとこうなっていたって考えることもできちゃうんだ。カムイサウルス中級編で話したように、恐竜の化石って一体丸ごと綺麗に全部見つかるのは本当に珍しいことなんだ。それはスピノサウルスにも言えることだったんだね。だからこの骨格図の一番下のスピノサウルス、ほんのわずかしか見つかってなかったんだね。ところがここ10年間の研究でスピノサウルスの綺麗な尻尾や他の部分の化石、ほんのちょっとずつ出てくるようになったんだ。その見つかった化石を元にして作られた骨格図がこちら。こちらはスピノサウルスが水陸両用の恐竜と考えられているっていう学説を元に、上が水辺のジェネラリスト、そして下が水中のスペシャリストの説に基づいて、スピノサウルスの格好や姿勢、そしてどっちの生き方がスピノサウルスに適しているのかなっていう研究論文から抜粋した図なんだね。この右のスピノサウルスの骨格図を載せた論文では、上の方、水辺のジェネラリスト、つまり水の中には深くは潜らずに水辺でいろんな動物を食べていた恐竜なんじゃないかっていう考えを話しているんだね。みんなはジュラシックパーク3のクライマックスシーン覚えてるかな？そう、スピノサウルスが水の近くから襲ってきたよね。こんな風にスピノサウルスって水辺の近くで生きていた恐竜って考えられてるんだ。ところがスピノサウルス、今のところも全身が全部綺麗に丸ごと見つかったわけじゃないんだな。嬉しいことにここ10年間の研究で尻尾とかはだいたいわかるようになったんだけども、それ以外の骨はまだまだ発見されてほしいなってところなもんで、スピノサウルスが水辺を歩き回っていろんなものを食べていた
水辺のジェネラリストだったのか、それとも水の中を深く潜って水の中の生き物を捕まえていた水中のスペシャリストだったのかは、まだ意見が分かれているところなんだ。でも全身の化石が今後発見されてくれたら、このお話もさらに深く新しいことが分かるようになるから、研究が楽しみだね。今回のまとめいっちゃうよ。一つ目、スピノサウルスと第二次世界大戦、戦争は恐竜研究、古生物学にも良くない結果をもたらしちゃうってことなんだ。スピノサウルスがそれを教えてくれるよ。二つ目は、スピノサウルスは水陸両用、これはスピノサウルスの全身が見つかってくれたら、もっと新しいお話ができるようになるから、新しい発見楽しみにしていようね。最後までこの動画を見てくれてありがとう。このシリーズではジュラシックパークシリーズのいろいろな古生物たちのお話していくから、これからも楽しみにしていってね。今年7月のジュラシックワールド第3作目ジュラシックワールド新たなる支配者も、いろいろな恐竜や古生物が登場するから、このシリーズを見た上で映画を見るとさらに面白い発見ができちゃったりすると思うから、おすすめしていくよ。次回もまたジュラシックパークシリーズのいろいろな恐竜たちについて調べていこうね。それじゃあ